発見初期の SCP-951JP の個実体。アイテム番号 SCP-951JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-951JP の自生区域は自然保護区に指定し、監視所を設置します。自生区域は高さ 2.5 メートルのフェンスで囲み、定点観測カメラによって監視を行ってください。侵入者を発見した場合、監視所に駐留している警備員によって取り押さえ、尋問を行った後にクラス A 記憶処理を施した上で解放してください。もし尋問において侵入者が SCP-951JP の個実体を接触したことが判明した場合は、サイト81の標準収容棒に移送して監視を行ってください。SCP-951JP の個実体を接触した上で1年以上生存することに成功した人物の遺体は、可能な限り速やかに焼却処分を行ってください。6ヶ月に一度、財団エージェント2名に自生区域内に発生している SCP-951JP の個実体を回収させてください。回収した個実体は 10% をサイト81にて保管し、残りは焼却処分を行います。SCP-951JP の個実体を接触させる実験は現在禁止されています。説明 SCP-951JP は、毒ササコ、パラレピストプシスアクロメラルガに類似した特徴を持つ菌類です。胞子を採取して培養を行う試みは今のところ成功しておらず、詳しい DNA 構造などは判明していません。現在、研究、集落の森林部においてのみ自生が確認されています。SCP-951JP の作る個実体は人間の腕部に酷似しており、主に樹木を抱え込むような形態で発生します。SCP-951JP の胞子は爪に当たる部分で生成されていることが判明していますが、胞子が成長し個実体を生成する過程は今まで確認できていません。個実体を切断すると人間の組織に似た構造が観察できました。また、樹木と接している面は非常に強力に接着しているため、自然界に自生している個実体に存在すると考えられる、指紋や手相などの要素は個実体の回収の際に破壊されてしまい判別が困難になります。SCP-951JP の個実体を接触した場合、接触者はおよそ1ヶ月後に身体の痛みを訴えます。この時、接触者が痛むと訴えるのは、本来は存在しないはずの死体であり、接触者は中腕、第三腕、分岐死などといった言葉でその部分を表現します。これらの存在しない死体は、接触者の証言をまとめたところ上半身に集中しており、財団が把握している範囲内では下半身に出現したことはありません。また、この現象は非致死性のものですが、痛みは1年間継続します。そのため、自己収容を試みたり、収容を願い出る被験者も数多くおり、10人の被験者のうち1年間生き延びることに成功したのは1人のみでした。この個実体を分析したところ、人体を構成する成分に加え、不明な成分が含まれていることが判明しており、これが存在しない死体の幻質を誘発していると考えられています。また、事案 951JP-1 により、SCP-951JP を接触したことにより生じる痛みに1年間耐え切った後に死亡した場合、接触者の死体は新たな SCP-951JP の菌床となることが判明しました。これにより特別収容プロトコルは改正され、現在の形のものが確立されました。詳細は事案記録を参照してください。SCP-951JP は山野の散策を趣味としているエージェント、アサツによって、研究、集落の森林部において偶然発見され、財団が調査を行った上で収容を行いました。かつて SCP-951JP は旧、集落において、しがみつき、と呼ばれており、森林部に立ち寄ることは独自の習慣の際を除いてタブー視されていました。旧、集落でただ一人生活していた栗田氏にはクラス B 記憶処理を施しています。ほい以下のインタビューは、SCP-951JP の発見時に行われたものです。対象栗田氏、84歳男性、旧、集落にてただ一人生活していた。
インタビュアーエージェント、アサツ。栗田氏よくこんな何もない山奥までおいでなさった。ささ、上がってください。ええ、アサツいえ、ここで大丈夫です。栗田さん、でしたよね。ここの森林に生えているものについて何かご存知ですか？栗田氏、沈黙。ええ、アサツ栗田さん。栗田氏あんた、森の方に行っちまったのかい。そりゃ縁起が悪いぞ。山を降りてからでもいい、寺か神社でお祓いしてもらいなさい。ええ、アサツはい、ご忠告感謝いたします。しかし私の質問には答えていただけては。栗田氏今から話すから待ってくださいな。あの森花、昔この、集落の門が死んだ時にその死体を埋めるしきたりがあったんですわ。ええ、あさつそれは死体遺棄では。栗田氏もちろん今はやっとりませんよ。みんな麓に用意された墓に入っとりますがな。少し話がそれましたがね、そんな風に昔は墓にされてたからか、あの森には幽霊が出るという話になりまして。江戸時代頃の話と聞いとりますが、それを確認するためにある時集落の門全員で森に入っていったと。ええ、あさつするとどうなったのですか？栗田氏そこら中の木に腕が巻きついとったそうですわ。もうすごいことだったと。気を失うもんもいたと。まあそりゃあそうですわな。人間の手だけが木に巻きついてれば。でもそのうちの着物ある一人がきついた役ですな。こりゃ幽霊でない、触れる、と。ええ、あさつその後、彼らは幽霊でないことに気づいてどうしたんですか？栗田氏それでも怖いことに変わりはなかろうて。ならばそれはなんだ、腕には変わりない、幽霊でないならなんなんだと、みんな森からは逃げたそうで。それからその腕は死んだもんがここから離れたくなくて必死にしがみついてるんじゃなかろうかと、しがみつき、と呼ばれるようになり、その後死体を埋める時以外には森には立ち寄らんことにしたそうですわ。ええ、あさつそうでしたか、ありがとうございます。栗田氏や、そうそう。ええ、あさつはい。栗田氏基金の時には食べとったという話もありますよ。まあ、後々になっていろんなところが痛むということで、やはり死人の怨念がどうとかいう話になったみたいですがな。ええ、あさつ、そうですか、ありがとうございます。事案記録 951JP12000 年月日 SCP-951JP の子実体を接触し1年間痛みを耐え切ることに成功していた D-951-6-48歳男性殺人罪が不慮の事故により死亡した際遺体安置所に一時的に放置したところ遺体安置所が SCP-951JP の子実体に覆われるという事案が発生しました。子実体は以前 D-951-6 が痛むと訴えていた部はからばえて広がっていました。また、ガラスに貼り付いていた子実体の指紋を分析したところ、D-951-6 本人の指紋を持っているものの他に、D-951-6 に殺害された被害者のものが混じっていることも判明しています。